はい、どうやどこにいるかちょっと探してみて、自分で。ちゃんと近づいてみて、木に。ない、でもわかります。行きましょう。お、今ちょっと近づいてん。ツルピカの木はね、蜜が出てるとこね。蜜が出てるところにいるから。なんか虫は絶対いると思うからさ。それを捕まえることできたら勝ちです。さあ、どこにいるかね。こういう木とかどう？ちゃんと見て。ステビちゃん、ちょっと木を一個一個見て、ちゃんと。こういうところとかどうなの？なんかこういうとこいそうな気がするけどね。なんか木にはね、木にくっついてるから虫って意外と。見つけないといけない。パパ、明日さ、近くにある蜂の木にさ、蜂蜜塗ろう。これでも夜来たら呪われちゃうからね。でしょ。夜はだから来れないんだよ、ここ。これ見て。なんかみんなが変なところに行ってる。うん、ちょっと戻ってみて。どう、こういったね、あ、毒キノコあった、トイジ。あったって、毒キノコが。これはダメだね、食べたら。これ、もう毒だね、これ。色がおかしいでしょ。こんなとこに生えてんだよ。それは、それトレシーが食べてみたらわかる。やだ。いいじゃん、来てくれ。やだ。毒だったら、パパ、それ救急車呼んであげるから。無理だよ。ちょっと後に待ってる人に羨ましじゃないか。夏休みなんかいらないでしょ。いるよ。いいの？必要なんですか、あなたに。必要なんですか。毎日は夏休みのような気がするけど。なんかみんな来ないよ。